皆さんこんにちは、チャピさんです。今日は東京に来ておりまして、打ち合わせが2件あるのとジムに行かないといけないので、その1日を撮っていこうと思います。前質問コーナーした時に、筋トレ以外何してるんですかとか、筋トレ以外の趣味は何ですかとかいうのをちょくちょくいただいたので、まあ、この YouTube とか、まあ、筋トレ以外の私の一面を今日はお見せできたらなと思っております。めっちゃ息切れしてんねんけど今日はリュックパンパンで、朝からお弁当も準備して向かっている先は、私のアパレルのバージョンオブユーの、一緒にやってる会社さんの事務所に行きます。今バージョンオブユー02の、夏のものを計画してて、サンプル上げと生地をもう結構決めていってるのかな。そこを、まあ、着心地とか質感とかサイズ感とかをしっかり練り合わせるために、東京に来るたびに絶対に打ち合わせに来てます。迷子です、東京難しい。ということで、ちょっとだけその打ち合わせの様子もお見せできたらなと思います。行ってきます。細くて丈夫なんで、レイオンが多かったりするんですけど、でも白もその例えばちょっとクールグレーとか結構種類があって、白って100色あるもんね。アンミカが言うようにマジで白200色あるんですよ。え、なんか結構黒白いからパッキリ白がいいなって思って、これはい、チャコールですね。ベースにそうですよ、ね、このチャコール、ここがこの12番、これは。丸の方の刺繍にしたらあれですよね、ちっちゃすぎると潰れちゃうんですよね、うん、中の。それにサークル分ちょっと大きくなりますけど、これぐらいになるってことでしょうね。多分おそらくそのぐらいですね。あの前回もそうなんですけど、チャピさん用に色を毎回染めてるんですよ、うん、2m とか、はい、すごい高温で色を入れないと定着しないんですよ。要は洗えばドワッと色が落ちちゃうっていうやつなんですよ。でこれはポリエステルとレーヨンっていう素材が2つ入ってる素材なんで、うん、こっちの染まる温度とこっちの染まる温度がそもそも違うんですよ。もう一つだと思うんですけど、そこだけです。君がで色は合わせるのね、無理やりやってくれっていう生地のあれだけなんですよ。あの逆にそうなんです。ということで、一段落打ち合わせが終了しました。もうね、今の時点で3時間話してます。ぶっ通しで、この後また別のアイテムの打ち合わせです。今回はアパレルとグッズと計画していて、グッズはねちょっと皆さんちょっと楽しみにしておいてほしいなって、まあ全部楽しみにしておいてほしいなって思うんですけど、グッズはね皆さんからリクエストあったものを形にしようと今計画してるので、結構いっぱい交渉が必要になってくるんですけど、ね、かなりいい感じで理想通りに進んでます。やっぱ難しいねんな、この理想のものを完璧に形にするってなると、やっぱそこでもね、できるできないとか出てきたり、この機能性があってでもこういう形にしたいってなった時に、その生地やったらこの加工はできひんとか出てきたりするから、めっちゃ難しいけど、かなり忠実に理想を形にできているなっていう印象なので、引き続き頑張っていきたいと思います。一時期手芸屋さんに 2,3 時間ずっと居座ることあったりして、まあ、本当に似たような色なんですけど、これを厳選してたり、こういうね企画書とかもあって、サンプルの色もこれもね同じ色に見えて全部違うんですよ。肌触りとか、まあ、機能性はもちろんなんですけど、形もサイズ感もその商品によって見え方は違うし、出来上がった生地によっても違うし、加工によっても変わってくるから、サンプル上げしてそこから修正をかけてっていう感じですね。今日ね実は朝寝坊じゃないんやけど起きてん、アラームで起きてんけど、起きて気づいたら1時間後やって、まあ出る45分前やったからギリ間に合ってんけど、エイト君がお弁当作るのを手伝ってくれて、胸肉とご飯とナッツと持ってきたので後で食べます。いつもバージョンビューの打ち合わせは、まあ、長い時 4,5 時間とかあったりするんでいつもお世話になっております。吉田さんです。赤身ご飯です。赤身ご飯です。ちょっとお弁当休憩、お弁当休憩しましょう。お弁当作ってきたんです。作ってきたっていうかエイト君がチンしてくれただけなんですけど胸肉今日何グラムって言われて300 OK もう胸肉つきませんよね今日、いやもう胸肉って言わんでも今日何グラムって150150やから300ですげえ。2食目は鶏胸 150g を2回に分けるのと、ご飯を2回に分ける、これ半分食べます。 あとはアーモンド、塩も持ち歩いてます
なるほど。そんな人いないですよね。ベージュは普通に白いっちゃいます。白のせるってなったら結構ちゃんと白、なんかパキッ、なんか普通の白にした時に割と見えづらかったんですよ。ベージュ女子向けにするんだったらここら辺かなと思ったけど、うん、前の01のスウェットと一緒ってなるから、これシャツ聞く前に大体これだろうなって。お分かりすぎてるぞ。これこれこれ、左から2番目の、はいはい、もうありがとうやったで、青のこっちがこのネイビーがこれでしょ、これですね、はい、はい、入れてます、はい、入れてます。決まっとんよ、決まってんだよもう。はい、ということで、4時間6時間に及ぶ打ち合わせが終わりました。結構今回のに関しては質にこだわりたくて、いろんなところから取り寄せたりしてて、その形が間に合うかどうか、撮影の時期も納期の時期ももうすでにもう計画してるので、そこができるかどうかですね。でもまあ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 順調に進んでおりますので、引き続き頑張っていきます。ということで、次の打ち合わせがもう30分後からなので移動します。今ね、このバイタスさんがプロテインを次にちょっと作ってるみたいで、それの試飲、まだリリース前なんですけど、確定する前の試飲に来させていただいています。EA って今一番人気なんですか？キウイ。キウイ人気ですか？キウイ美味しいですね。今私ライチ飲んでるんですけど。全部ないですか？もうライチの3分の1ぐらいしかないです、ね。あ、ストアルをね、味噌汁に入れてますっていうレビューがあって、えでしょ。レビューであったんですか？そう、レビューで我が家はこれを味噌汁に入れて飲んでますって書いてて、これそれをで、ってなって、ちょっとやってみようよってやってみて、でそっから派生して EA だからヨーグルトにかけたら美味しいとかっていう方もいるじゃないですか。はあ。で、ちょっといろいろ試してみようっていう企画で、この間豆腐にかけてくれたんですよ。ヨーグルトにかけたら確かに美味しそうです。もうすごいいい匂いする。あ、これがこれだ。そうです、もう一緒の匂いしますね。一緒の匂いしますよね。あ、さすがのビタミンをしっかり入れるんですね。葉酸も入ってるんだ。あ、そうなんですよね。葉酸別でサプリで飲んでます。葉酸のサプリ女性はやっぱり飲みますよね。うん。おお。溶け早いですね。すごい。これ味言って言えないですもんね。味言わないで感想言うの難しいですよね。あ、でも全然粉感ないですね。あ、本当ですか。え、一押しです。一押しの、一押しですか。一押しの味です。これ飲んだことない系のプロテインが珍しいですよね。なんかミルクっぽくはあんまりなくないですか。ちょっと酸味があるような、すっきりした味わいかなって。トレーニング後にさっと飲みたい人は良さそう。あ、これいいですね。今ね、あの1種類ずつ飲ませてもらってるんですけど、まだあの種類が言えないからどう説明したらいいか分からない。全部飲みやすくて美味しい。あー、おー、なんかあれミックスジュースみたいな。他になんかのいそうな雰囲気しません？わかります。こっちに系統似てて、あー確かに。これはどっちかというとなんか EA とかクリアプロテインみたいなスッキリ感があって、これちょっとミルクベースっぽい感じする気がします。結構変わった味っていうか、あんま見ない味です。そうそうそう、まあその一番これはね見たことない。他あります？ここ、この味他。いや、ないですよね。え、このプロテインはいつ出るんですか？これは4月中旬から下旬の予定をしています。おお、だそうなので皆さん出た時には要チェックでございます。まだ見せられないんだけどね作れた方がいいんじゃないかっていう
テキストリンでいうとその成分どうなるんですかね。炭水化物え全部オートミールを入れ替えってことですか。オートミールを入れ替えです。オートミールは絶対使いたいですね。いつも食べる食材を使ったものでできたものなんで、特にオートミールは外せないですね。その今回この商品化したいのは、いつも食べてるものをこう手軽にとか外に持っていく時にも使えるっていうのでやりたいので、このマシンです。あ、全然大丈夫です。ありがとうございます。お疲れ様です。でも多分そこの成分を変えちゃったら私も使わないです。はい、ということで今プロテインの試作と今1個作ってる、ちょっとだけちょっとお話に出ちゃった、もうちょっと感づいてる方いらっしゃるかもしれないんですけれども、新しいものを作ってるんですけれども、新しいものを作るって大変です。本当に形にしたい理想はあるんですけど、実際形にするのがむずいんですよね。でもちょっといいものを皆さんに届けたいっていう思いはあるので、試行錯誤しながら頑張ってるところです。今から撮影が始まります。これです。ありがとうございます。いや、いい、いい、いい感じです。意外と笑えてた。いや、ちゃんと笑えてるかと。いつもね、写真撮ってもらうとき笑えないんですよ。そうですよね。これ好きなんですよね。これ好きなんですよね。ああ、すごいいいですね。はい、打ち合わせと撮影が終わりました。ただいまの時間が6時半ということで、今からジムに行きます。ちょっと眠たいのと元気がないのでレッドブルにしました。これはね、あのめったに飲まなくて、いつもやったらコーヒーとか飲むんですけど、ちょっと本当に眠くて、でも今日は背中トレなので行きます。アウンズジムさんはね、東京に来るときは来てるんですけど、もうちょっとで大阪にもできるらしいで、あのマシンが結構いいので、東京に来たときはここに来ます。こうやってね、携帯のアプリで鍵を開けれるってやつですね。うん、トレーニングが終わりました。今日はなんかちょっとなんかめっちゃいつもよりも疲れちゃって、6、7種目ぐらいしました。ちゃんと追い込めました。今ね、エイト君の動画のサムネ選びを一緒にやってみてます。ただいまの時間が9時過ぎ、もう結構遅いんけど、お家帰ってプロテイン飲んで5食目です。あ、わかったわかったわかった。ここら辺の、うん、はい、帰宅しました。もう10時過ぎちゃったので、今日の夜ご飯は昨日買っといたサーモンを 140g と安定のトマト
とご飯が冷蔵庫にあるので、それを食べて今日の食事にしたいと思います。今日はね、久々にてんこ盛りの日だったんですけど、まあいつもこんなってわけではないんやけど、まあ、筋トレ以外でねしてることって言えばこんな感じで動いてます。ということで今日はもう早く寝る準備をして明日に備えたいと思います。またお次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。